We have another history hidden in secret, or another version of human history which has been warped, concocted, and skewed to fit our understanding of our reality since the beginning days of human history until now. The story and history of John the Baptist is just one of them. Who is John the Baptist? What is John the Baptist for humans? 私たち人間には人間がまだ知らない隠されたもう一つの歴史がある。別バージョンの人間史である。私たちが知っている歴史はその始まりから現代に至るまで、その周囲の誰かに都合が良いように捏造され改変されている。嘘に嘘が塗り固められ、そしてねじ曲げられている。バプティストのヨハネの歴史についてもまたしかり。彼の歴史は深くて暗い闇の中に包まれている。バプティストのヨハネとは誰なのか、人間にとってバプティストのヨハネとは何なのか。広し林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から説明します。ミケランジェロ・バロノティは1500年前後、今から500数十年前に、当時の世相一般常識に対して真っ向から違反するような事実を神聖な礼拝堂の天井画の中に書き込んでいました。もちろんミケランジェロ自身もそうした事実を全く知らなかったものと思われます。と同時に1937年にあのパブロ・ピカソはゲルニカという絵画を発表します。その絵画の中にも当時のピカソが知る由もなかった、あるいは当時の世相、いわゆる一般的な常識に違背するような事実をその中に描き込んでいました。そしてそうした事実を2012年以後の私林博が発見しました。つまり2012年以前にはそうした事実を知っている人、気がついた人は誰一人いませんが、ここで重大な問題が生じてきます。1500年前後のいわゆるミケランジェロがですね、絵の中に隠し込んだ事実と1937年にパブロ・ピカソがゲルニカの中に書き込んだ事実がですね、一致したということです。これをどう考えるかということになるわけですけども、私の判断によればですね、自分ではこうした絵画を描いていなかったということになるということです。つまりこうした絵画を描いたのはその上にいるもう一人の画家、つまり神が描いたということになります。International version writes about beheaded John the Baptist as follows. At that time, Herod the Tetrarch heard the report about Jesus, and he said to his attendants, "This is John the Baptist. He has risen from the dead. That is why miraculous powers are at work in him. That should be it, because John the Baptist was originally not beheaded. Again, that should be it, because John the Baptist was originally not
beheaded. マタイによる福音書第14章には次のようにあります。その頃領主ヘロデはイエスの噂を聞いて家来に言った。あれはバプティスマのヨハネだ、死人の中からよみがえったのだ。それであのような力が彼のうちに働いているのだと。それもそのはず、バプティストのヨハネはもともと首などはねられていなかったのです。繰り返します。それもそのはず、バプティストのヨハネはもともと首などはねられていなかったのです。広し林、浜松シティ、ジャパン。で、もう一度皆さんに確認していただきたいことがあります。今ここに話しました事実は、つまりは神の存在を示す物理的証拠ということになります。もう一度、ミケランジェロの描いたシスティーナ礼拝堂の天井画を見てください。そしてもう一度パブロ・ピカソの描いたゲルニカを見てください。この両者の間に、つまりはありえない共通点があるということです。で、ここで皆さんに注意していただきたいことはですね、パブロ・ピカソはゲルニカの絵の中の右端に奇妙な人物を描いています。一方ミケランジェロもですね、システィーナ礼拝堂の天井画の中に奇妙な絵を描いています。この500年間誰もそれに気がつくことはありませんでした。それもそのはず、おそらくパブロ・ピカソの時代においても、現在の今においても、あのシスティーナ礼拝堂の天井画を見てですね、下からそれを見上げて、そこに何が書いてあるかそれを知る人はいなかった。もちろんパブロ・ピカソもそれに気がつくことはなかった、というような絵がですね、システィーナ礼拝堂の天井画に描かれていたということです。で、あえてそれをここで言うならばですね、5本指の足ということになります。パブロ・ピカソはゲルニカの中に5本指の足を描いています。そして全くその構図と同じ絵といいますか、足、5本指の足をミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画の中に描いています。それを皆さんにまず確認していただきたいと思います。というのもですね、その5本指の足が、つまりは神の存在を示す物理的証拠ということになるからです。論理的にものを考えてください。今皆さんにご覧いただいているのはパブロ・ピカソのゲルニカです。この絵の右端を見てください。一人の人間が両手を上に上げて何やら叫んでいるように見えます。この人物は壺の中に入れられ、そして足は右の方に折れ曲がって外に出ています。左の下のミケランジェロが描いたと言われているシスティーナ礼拝堂の天井画を見てください。この人物の足も描かれています。この人物の左を見てください。折れ曲がった足が表現されています。そしてその構図は全く同じです。左は丸い窓、右は四角い窓ですね。そして壺入れの形を受けていますけれども、今四角い枠で囲った部分に注意してください。左の絵を見てください。足が折れ曲がり、指が5本描かれています。右の絵を見てください。足が折れ曲がり、5本の指が描かれています。つまりパブロ・ピカソはですね、左の、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いた絵と
同じ構図の絵を自分のゲルニカの中に描いたということになります。論理的にものを考えてください。まさにありえない絵ということになるわけです。そしてこの両者は共に蛇の絵を、その絵の中に描き込んでいます。左はですね、手で蛇の頭を掴んでいます。そして右は蛇が壺の中から外に出ています。なぜパブロ・ピカソはこんな絵を描くことができたかですね。ではもう一度最初からこの動画をご覧になってください。これこそまさに神の存在を示す物理的証拠ということになります。We have another history hidden in secret, or another version of human history which has been warped, concocted, and skewed to fit our understanding of our reality since the beginning days of human history until now. The story and history of John the Baptist is just one of them. Who is John the Baptist? What is John the Baptist for humans?